竹山隆津軽三味線、高橋畜線1960年、加古川生まれ1978年、加古川東高校卒業後、高橋久志山市に入門1980年、畜線を、襲名1983年、石川県ホテル100万国専属プロ、契約。1986年福井県、ホテルグランデア専属プロ契約。 1999年南アフリカ、共和国公演参加2001年カウントダウンイベント、出演。2001年ジャズと、初セッションサックスとのライブ活動開始2002年12月15日、地元加古川にて、初コンサート開催2003年、高橋地区戦を、襲名、3月ロシア公演参加2004年10月。 津軽の風コンサート主催2005年2月、スペシャルオリンピック、長野大会北間の文芸座、出演2005年6月ピアノソプラノとの、コンサート開催2005年10月に主寛季、小学校コンサート2006年2月、赤白音コンサート2006年両南中学校、両小中学校、氷宮中学校寛季中学校、平岡中学校の5校で、コンサート2007年3月、 津軽の風コンサート主催加古川東高校伊保小学校でコンサート2008年5月津軽の風コンサート10月2010年4月津軽の風コラボコンサート2012年5月津軽の風コラボコンサート2015年12月小田雄一郎氏の作曲プロデュースによるアルバムミオオン三昧でニューヨークシティレコーズより世界デビュー 2016年3月加古川市民会館主催、津軽の風12月小風ギャラリー主催、和の心主演2017年1月、ノーベル、男梅テレビ CM に、出演2018年5月加古川市民会館、高橋畜生40周年、津軽の風コンサート主演2019年12月、姫路市文化センター、津軽シャミコラボコンサート、津軽の風、 主催関西を中心に、全国各地で講演し、各種団体への講演もしています。竹山流の古典の三味線を継承しながら、和太鼓とのセッションやバイオリン、コントラバス、ピアノとのコラボレーションなど幅広く活躍中、学校コンサートも好評を得ています。ホームページ https コロンスラッシュスラッシュ www.chikusen228.com ありがとうございます。